ここ? 知ってる場所なのか? まあね。 調子だよ。 拳に壊せないものはないよ。 拳に壊せないものはないよ。 来たね。
私の拳、味わったかい？いい調子だよ。 私の国はね、小国がいくつも集まってできた連合国家だ。人種も思想も生活習慣も様々だからね、頻繁に争いが起きる。連合国家？あ、じゃあリーファの国は、あの、まあね、私が所属している風化って組織は争いを未然に防いだり 止めたりするのが目的なんだ。文字通り火を封ずるために自分たちも武装して武力によって争いを抑え込む集団だよ。武力で？でもそれじゃ、そう、それじゃあ争いはなくならない。すぐに思い知らされたよ。 自分が思っていたことはただの理想だってことに。ひどい国だなんて思ってたけど、それでも今あんなことになってるかと思うと、やっ、リーファ、さあ来い。 やれやれだね。
何でもできそうだ。 何でもできそうだ。 承知いたしました。全ては御心のままに。 これで貴様たちの希望は一つついえた。あんた何者だい。 人間どもよ、我が主復活の邪魔はさせぬぞ。
我が支配を受けるがいい。肩慣らしにちょうどいいね。本日はここまでかな。我が力、未だ完全ではない。再びまみ。いい調子だよ。神が恐れていたことが起きてしまいました。恐れていたこと？あなた方が先ほど遭遇した者、彼らは四騎士と呼ばれる最悪を守護する者たちです。この世に終末を導く破滅の騎士たち。よもや彼らまで目覚めてしまうとは。彼らってことはさっきみたいのがまだいるってことかい？その名の通り、彼らは4体。
それぞれ異なる能力を持つ異形の騎士たちです。まだ力を取り戻していないようでしたが、あの強…それはいいんだけどね。ちょいと確認したいことがあるのさ。あんたは、私らが選ばれた理由を強きソピアを持つとかって言ったけど、それにしちゃ人選がかここにいる連中はみんなオーランドに関わりのあるやつばかりだし、さっきのところは私がよく知ってる場所だった。いろいろとできすぎてやしないかい。あなた方をお選びになったのは大いなる神のご意志です。疑念を抱いてはなりません。殉教者リーファ、あなたと殉教者オーランドの息子を守るためにも。え？息子。愛する男への未練を引きずったまま、あなたは多くの人間を手にかけました。これはその罪を償うために神がお与えになった機会、そう捉えてはいかがでしょう。話をはぐらかすんじゃ。一度時間を置いた方が良いようですね。たちが求めし魂の結晶、その一つは我が手にある。取り戻しとくば我が闘争に応えてみせよ。今のは新たな四騎士が目覚めてしまったようですね。新たな四騎士。要はそいつがソピアコアとやらを握ってて、欲しけりゃ力ずくで取りに来いって言ってやがるんだろ。面白いじゃねえか。俺が言ってやる。文句はねえ。うん、よろしいでしょう。では選定者と殉教者荒木、お二人に向かっていただきましょう。